ったんですけど、やっぱお互いの好きなところっていうのもちゃんと分かって伝えていったんですよね。でそれをやっぱ曲にこう出してほしいっていうところも言って、でまた逆にこう言ってもらったりとかして、なので本当こういわゆるこうヒップホップとかであるなんかこのバース16だけラップするとかじゃなくて、ゼロから一緒に作り上げていったもんなんで、なんか変な話その人たちがいなかったとしても一曲としてすごいちゃんとしているものに、なったと思いますね。アンサー以外で何かアルバム曲の中で注目してほしい曲なんですか？そうですね、全曲注目してほしいんですけど、一番最後に収録されている学 MC さんの曲とかは、もうこれぞ5周年だからこそ歌いたい曲あなたのおかげです。そうですね、はい、あなたのおかげです。あれはもう素直に感謝の気持ちが現れていて、はい、聞いていると勝手に身近な、ね、お母さんだとか普段から感謝している人の頭の顔がポンポン頭に浮かんできますよね、はい、あ嬉しいですね、はい、まさにそういう方向に行ってくれたらもうバッチリだなっていう感じで、で、まあ、学 MC さんはやっぱり、まあ、僕ら学 MC さんのことを知って